はい、どうも皆さんこんばんは。ぼっち派遣系 YouTuber、かぶりチャンネルでございます。ですね、今日の朝仕事から帰ってきて、今石川県加賀市にあるとある工場での勤務が全て終了いたしました。ですね、結構感慨深いものがあるのかなと思いきや、意外とあっさり終わってしまいました。一応ね、なんていうか、まあ、けじめとしてね、最後班長からいろんなお言葉いただきましたけれども、右の耳から入って左の耳から出るという、もうここは終わりだ、もう次行くぞっていう気持ちでしたので、非常にあっさりとした最終出勤日でした。思えばですね、今までもいろんな会社を勤めましたけれども、最終出勤というとですね、まあ、いろんな挨拶があったり、まあ、贈り物があったりといろいろあったんですけれども、ここまであっさりした終わり方っていうのは、まあ、初めてかな。まあ、それでもね、1年と約4ヶ月ですか、この工場にいて、うち1年3ヶ月をですね、私がいた工程、まあ、何かをこう貼り合わせて、貼り合わせたものをこう流して、それを打ち抜くという、ラミネーションとプレス。頭文字を取って、ラミネーション&プレスの頭文字を取って、ラップ、LAP 工程というところに、まあ、いたわけなんですが、まあ、とにかく、いろんなやつが来て、いろんなやつが去ってきました。今日、僕もそのいろんなやつが去っていったの一人になったわけです。で、次どうするのって聞かれたんですが、あえて、いやー、地元仙台に帰りますよってちょっとお茶を濁したんですけれども、実はですね、派遣会社自体は辞めておりません。次の行き先は、お隣福井県の越前市、そちらの工場でまた一からですね、頑張りたいというふうに思っております。いやー、最終日ですけれども、まあ、最終日だからちょっと緩いんじゃないのかなと思ってたんですけれども、いやはやそんなに甘くないラップ工程、バンバン物が流れてきて、それをバンバンつないで、もう3本つないだ時点でもう今日これ終わりなんじゃねえのって思ったら、おい、4本目用意して、4本目流すんすかって思ったら、4本目の、まあ、材料ですね、材料を用意してリフターというものに乗せて運んでくるんですけれども、運んできて、まあ、まあ準備します。例えばこの製品の ID を読んだり、製品の開始です、始まり、どの列から貼り合わせを始めてっていう、その列を、その番号を読んだり、そういう作業をやっていったら、最後なんだから、つなぎぐらいやってから帰れって言われまして、まあ私ね、まあ、その現場はまあ第三工場というところだったんですが、第三工場に来たのはほんの1ヶ月ぐらい前で、その前は第5工場というところにいました。第5工場でも全く同じように貼り合わせと打ち抜きをやってたわけです。そこではですね、つなぎ職人と呼ばれてました。なぜつなぎ職人なのか。つなぎって何っていう話からじゃ入りましょうか。つなぎというのはですね、材料と機械の中通ってる、まあ、ペットボトルと同じ材料なんですけど、まあ、ペット材、それを連結する作業なんですね。それをつなぎと言います。
その津波の良し悪しでエラーが出るか出ないかが決まってきます。私の場合、その第五工場にいた頃はとにかく津波が完璧でエラーを出さなかった。ところが今日試しに1本、確かあれは流れてきて2本目の動きかな、繋いだらエラーがなんと23列も出てしまいました。うーわ、俺こんなに繋ぎ下手になったかと、軽くどころか結構へこみましたよ。あれほど繋ぎには自信持ってたのにな、ちょっとやらねえとすぐこうだもんな。もうつなぎやらなくていいわ。もう今日いろいろ準備とか、あと品質チェックとか、もうそういう仕事をするからいいわと思ったら、まあもう一本つなげということでつなぎました。つないだところでちょうど定時になったので、まあ最後ね、まあ、班長と少し話をして、まあ、ちょっと前にパワハラ事案があったんですよ。私が絡む。その件について謝罪を受けました。何ももう、こっちもね、終わったこと蒸し返すのもなんだろうと思ってね、もういいやと思ってたんですけど、わざわざ班長自ら謝罪してくれたということで、その謝罪を受け入れ、最後の津波が一体何列エラー出るのか、見届けることもなく第三工場を後にしたわけでございます。で、今後はですね、まあ早速ですね、もう明日からもう荷造りを始めまして、今月末ぐらいかな、福井県越前市の方に行くことになりました。越前市のとある工場で今働くということになったんですけれども、まあ以前、まあその昨日まで勤めてた工場のシフトリーダーが今その越前市にある工場にいるということで、電話がかかってきたんですね。何、やめるんならこっち来いよ。そこからなぜかあれれれれれれれという間に、まあ、越前行きが決まったということなんですね。仙台に帰りますって言っちゃった皆さん、どうもすいません、すいません。そんなこんなで、動画の更新がね、随分とまあ間が空いてしまったんですけれども、理由はね、まあ簡単です。理由はまあ簡単というか単純です。忙しかった。あと、動画にするネタを探すのに結構往生した。あとは、いろんな YouTuber さんのですね、動画の作り方ですとか、喋り方ですとか、そういったものをですね、勉強してたということなんですけれども。もうすでにですね、いろいろですね、インフラ揃えるところから私何かするときっていうのは始めるんですよ。まずパソコン買いました。で、今撮ってるカメラを買いました。三脚も買いました。動画なんてスマホありゃ撮れんじゃねえのって思うかもしれませんが、いや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 、やっぱ形から入りたいんですよ。そんなわけでですね、これからですね、今度行く越前市ですか、何かね、面白いものでもあれば、どんどん動画として撮ってあげていこうかなと思うんですけれども、しかしね、ほんとね、まだ派遣の世界に入って、そんな経ってないですけど、ほんと人の出入り激しすぎ。一体ね、そのラップ工程に行って、
何人を見送って何人を受け入れたか、それも数知れません。金借りて踏み倒してたやつとかね、暴力沙汰起こして去ってったやつとかね、そんなんばっかですわ。あとはまあね、派遣会社あるあるの祝い金、半年勤めりゃ50万とかで、半年経って50万もらってドローンとかね、あとは辞めるって言わないでもう消息不明になったってのもいましたし、とにかく本当にいろんな人がいました。まあそんな中でね、まあよく残ってやってくれたよというふうに班長ねぎらってくれました。それだけでもありがたいことでございます。僕自身はですね、まだしばらくは派遣の世界でやっていこうかなというふうに思ってるんですけれども、できればあったかいところでやりたいなっていうのはありますね。暖かいところ、南の方とか。てっきり今回もいい現場あるんだよ。どこですか？越前。はあ、またブーツ持ってかなきゃいかんのかね。今年のね、2月の大豪雪では本当にあのブーツ大活躍しましたけど、またブーツとか持っていかなきゃいけないのか、また段ボール何個ぐらいなんだろうな、荷物な、本当に。まあともあれ無事ですね、予定通り勤務の方が終了したということで、これからはですね、まあちょっと休める時間があれば金沢まで行ってちょっと用足しをしたいなというふうに思ってるんですけれども、荷造りもせんといかんしな、部屋も片付けなきゃいかんしな、まあそんなこんなでね、まあ選挙でいうところの泡沫候補じゃありませんけれども、泡沫 YouTuber としてですね、これからもですね、地味にですね、活動をですね、続けていきたいというふうに思っております。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。Twitter やっております。これ、見える？渡るアンダーバーネイビー5150。ツイッターやってますんで、皆さんよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。